歌舞伎役者。野号は、音は屋。縄文は、鶴の丸。河右衛門は八重たくえ歌舞伎名籍、坂東彦三郎の先代。本名は、坂東照彦。行政高等学校卒業。立役で、時代物も世話物も幅広くこなす、中堅俳優として活躍中。弟に二代目、市村万次郎と四代目、河原崎厳十郎が、子に九代目。 坂東彦三郎と三代目、坂東亀蔵がいる。1943年3月31日、17代目、市村うざいもんの長男として、東京に生まれる。1950年6月、新橋演舞場の、菅原伝授手習い館、寺小屋の監修祭で四代目、坂東亀三郎を襲名して、初舞台。舞台活動の傍ら映画屋。 テレビドラマの子役として活躍した。1965年、歌舞伎座、呪詛が対面の朝日奈三郎で8代目、坂東新水を襲名。一頃は病気で舞台から遠ざかることもあったが、それも克服して1972年5月、歌舞伎座、名立花の誉れ意識りの梶原平蔵で2代目、坂東亀蔵を襲名する。1980年2月歌舞伎座、厳平布引きき。 サネモリ物語の斉藤サネモリ、彦三音源受け助けの家ヤ村六助で八代目、坂東ヒコサブロを襲名した。2017年5月、実施の五代目、坂東亀サブロに、坂東ヒコサブロの名を譲り、坂東楽善を隠居名として名乗る。ありがとうございます。